花見山公園の方は向こうになります。向こうの山々も、ね、桜の山々になりますので、この辺も全部そうです。で、途中途中、これも植樹、いろんな桜をこう植樹し始まってて、ここも、桜の山になるんじゃないかなと思います。どう？景色。福島の街も一望できて、でね、春には素晴らしい景色になるじゃないですか。で、観光の方とかね、いろんな方、向こうの遊歩道、皆さん歩くので、私らもこう観光のためにやってるわけじゃないから、基本的にこれ農道って言いまして、農作業。農作業用の道になります。ただ、春先ね、通ってなんねってね、通っちゃいけないとかっていうわけにはいかないので、その時は自由にどうぞという形で、なるんじゃないかなと思います、ね。じゃあ、こちらで食事をしていただきましょうか。これをですね、穴掘っておきましたので、植えていただければ、これカバーを取っていただいて、穴に、水をまずちょっと含ませていただいて、水を入れてください。OK です。このカバーを取っていただいて。しゃがみです。そっと。そっと。はい、埋めちゃって大丈夫です。スコップあります。はい、OK ですよ。これいつ咲くか、2年後か、河津桜だから2年か3年ちょっとかかると思うんですけど、2、3年後から花咲き始まりますので、いつでも毎年見に来ていただいてもいいし、自分たちが寄贈したんだな、ぜひ見に来てください。はい、食事の方させていただきました。とても嬉しいです。3年後が楽しみです。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。